今回はアゴンキリマハ杯の準決勝を見ていきたいと思います。黒番が山王座で、白馬が芝の名人ですね。で、ここでいきなりゲットできましたね。で、伸びて。で、こちらに駆けつきましたね。まあ、これはある手なんですけど、やや珍しい手です。 だ、ね、えー、まあ一応よくあるのはえー、まあここでかけ継ぎ打たずにまあ取りまして、まあ、こういうのがよくある図なんですけれどもこんな進行示してますけど、まあ、実,実戦はこちらに打っ でこういうい形になりました、まあ、これで、えー、互角の分かれなんですけど先ほどの定石と違うのは一応こ、まあの切りの狙いが残るっていうのが、まあ、白にとっては弱点ではありますね。まあ、こ取った形と比べると切り、えー、の弱点はどうしても残ると。ただまあこれでも互角の分かれではあるかなと思います、ね。右辺側がししっかりしてるので こう下付け打打ってえ軽く打ちましたツ、ねまあ、繋いでもツナ、まあ、いでもこうやって頭出してきて、まあ、結局左辺と左辺両方黒石弱いので戦っここであんまり戦いたくない場所なんですね黒として。軽く打ってで白も右辺開いて。でこれに対して黒は受けましたね。 ここら辺決める手もあるんですけどね。つなげば受けぐらいになると思うんですけど。まあ一応可能性としてはこっちが滑るという可能性もあるので、滑ったら下跳ねぐらいになるんですけど。まあ黒としては両方選択肢があるので、滑りで打つか、繋ぎで打つかの選択肢を残して保留ということですかね。で、黒が打たなかったので白が打ちました。 で消しを急いでここまで互角の布石のようですね。うんでこちらによってこれも、うんえー、やや、うん、頑張った手で頑張った手で上辺の まあ字を頑張りつつ、ちょっとプレッシャーかけてるということですよね。この右辺の白に対して。抑え込みとかを狙って、白の、白を攻めていく狙いですよね。A I の参考図、左辺の次とか示してますね。まあ、やっぱここ、大きいということで。まあ、こんな進行も示してます。 実践はこれで上辺頑張ったんですけど、一応分断されてしまって、分断した手が、まあ、この手がめちゃめちゃいい手でしたね。これで分断されると、右辺結構薄い、黒地弱いのと、弱いっていうので、この厚みとかが生きてきますので、まあ、黒も一手守りぐらいですので、 まあこちらの左上先着できれば白としても不満はないようですね。ただ黒としてもいって守りまして狙いとしては切る手狙ってるんですよね。ずっと狙ってて右下のこの切りを狙ってますので。まあお互い不満ない。まあまずまずしょうがないという感じですかね。互角ですね、形勢は。で、しっかり隅の字を取って。 戦い始まりましたね。押した、押して跳ねて、えー、跳ねて、まキ、あ、リが強主でしたね。こういろいろあるところで、まあ、白としてもここ押してなくてコスミとかで出てくてもあったんですけどね。 実際に手抜きとかも示してますここのね出て切る弱点とかもあってあこれでこれなかなか気づかない図で人間にはもうこれ2目軽く打って手抜いちゃって大きいところ打って、まあ、黒が出切り狙いは有力なんですけどもかわしちゃって下辺のうち取っちゃうっていう狙いですね。ここではコスミとかで打つ。 狙いもありました。で、まあここも黒切らないで伸びてくっていう打ち方もあるんですけど、切って。うんまあ切っていったんですが、伸びてくても、絶芸は、AI の絶芸とかは、えー、まあ示してたりとかはしてましたね。 こういう進行も考えられる進行の一つでしたね。実践は切って、まあ、こうなりまして黒としては何かここら辺はえーまあ、白に譲って外側。 切ってまあ、狙いとしてはこの切りをね右下の切りをずっと狙ってたということですね。非常に厳しい打ち方で,で右辺滑ってうんでこれで、うんまあ、状況整理なんですけど、まあ、黒としてはこの白をね攻めたいということで攻めてるんですけども。 え伸びが鋭い厳しい反撃でえ、これに対して伸びで打ちましたね。まあ、この切りを見ようっていう狙いですけど。えここでは、ちょっと AI の参考図ですけどね。次で打つ手もありましたね。まあ、次はどういう意味かっていうと、 えどういう意味かというと切る手があるのでつなぎぐらいなんですけどつなげば伸びで味よくここの左辺の黒と右辺の黒が連絡しているという感じの味のいい打ち方ですけど手厚い手厚い打ち方ですけどこれは伸びて ちょっとここら辺薄くなるんですけど、切りを残してということですね。ただね、えー、ここに打った手がいい手でも、この白黒攻めたかったんですけど、結構ここの手がいい手なんですよね。そんなに厳しくこの白攻められないっていう形で。で、ここの黒弱いんですね、今状況としては。 まあこれでここを打ったんですけど、でまあこれ攻めていきたいということでこちらに打ったんですけど、隅もですねこれこちらに滑る手があるんですねここの下がりまで石が来るとこうやってで、に線に打って切って。 で、ここで白が反発して、えー、光が始まりましたね。で、隅もこちらに打って、隅もね、コが始まりましたね。かなり複雑な形になってきました。で、えー、この次に対して黒は解消しまして、 で、白も連打して、振り返わりとなりましたね。えどういう振り返わりかっていうとえ、黒はここら辺の白取りまして、まあ、白はここら辺の黒取るという振り返わりなんですけど、 まあ、白としては、この黒石全部取れれば不満はないかなと思いますね。この黒はちょっと生きてなくて、ええー。うん、まあちょっと生きてない。まあ、これにはこれで、ここの目を、まあ一眼確保しても、二眼ができないっていう形ですので、一眼しかないので。 ここの黒はちょっと部分的には二眼はない形ですかね。なのでつけて、まあ、勝負手打ってるんですけども、まあ、ちょっと味を見てるんですけど放り込まれてでこれで攻め合いなんですけど白あと4手なんですけども。 繋いだ手がいい手でしたね。で、ここで黒がもう手はないと見て他のところ振ったんですけども。うん、まあ、これでつなぎいい手で。こ石なんですけど、まあ、ここつなげば、ここに繋いで、プロあと3手なんですね。白が、ここの白が4手なので、攻め合いは白が1手勝ってますね。1手勝ってるということは、ここのプロがもう全部取られてると。 いう状況ですのでこれは別に判断するとこういう状況になってますからまあやっぱりここここのね白は白黒は取れたんですけどやっぱここ結構大きいのでまあここら辺で白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。 で、これで寄せに入るんですけど、こことって、下辺取って、えー、ここの滑りが、まあ寄せとして大きい手でいい手でしたね。で、黒、これ勝負手ですね。ちょっと形勢苦しいと見て勝負手ですけど、まあ白に的確に咎められて、でこちらに打たれたところで、黒が投了して白の強し勝ちとなりました。最後は、 切っても伸びられてうんちょっと攻め合いは黒が不利ですからここまでしか実現示してないですけどまあ引きにつないでうんまあ攻め合いがどちらかといえば白が有利ってことです。 例えば押さえとかなら大きく下がりとかでまあ一応まあこう例えばこういう形であればえ黒右も左もナメ詰まりで入れないのでこういう形であれば白は勝ってますからまあこれで形勢判断するとはっきり白ちということで地合 大事だということで投了仕方ないという判断だったかなと思います。ありがとうございました。